前にもちょっと相談したんだけど、子供のそのサポートルームに入るか入らないかみたいな話で、うん、一応今は入らないで様子を見るって決めたんですけど、うん、で家でやれることをやってあげよう、入れて教えてあげられることをやってみて、うん、様子を見ようと思ったんですけど、思って決めたのにやっぱりこう心配事が出てくるっていうのは、うん、本当にいいのかなっていうか、うんうん、本当にサポートルームに入んなくても大丈夫かなっていう心配が取れないっていうか、うんうん、まあ、でも一応やってみようっていう方向性は決まったんですけど、ね、うん、素晴らしいです。片隅にどうしてもいつもいるっていう、うんうん、その辺この気持ち的なところが。ゆりさんは完璧主義なところありますか？よりかもしれないですね、うんうん、もしかしたら多分この言い悪いっていうのは答えがないと思うんですよ。でも今のなんかさんのテーマというか、そうですね、2つあると思っていてお伝えしてもいいですか？1つ目にその息子さんを信頼する、ああはいはい、と同時に自分の選択を信頼する、ああはいはい、っていうのが1つと、もう一つは、あの、言い悪いで見ないっていうことで、なんか、僕が YouTube の中で、西洋じいさんの話したの聞いたことがありますか？人生万事、西洋が馬っていうお話知ってます？聞いたことないですかね。じゃあ、ちょっと、それを話したいんですけど、さんもこれから、ほら、職場の中、例えば職場を辞める辞めないとか、これからどうするっていうので、まあ、URE のこの二極の世界に選択に迫られると思うんですけど、その時に人生万事西洋が馬っていう話を思い出してほしいんですけど、どういう話かっていうと、まあ、西洋じいさんがある、村にいたんですね。で、西洋じいさん馬を飼ってたんですけど、馬が逃げ出しましたと。そしたら、村人が西洋じいさん、残念でしたねって、馬が逃げ出しちゃいましたねって言ったんですね。そしたら、西洋じいさんは何て言ったかっていうと、なんでこれが悪いことだと思うんだねって言ったんです。で、次の日、西洋じいさんの元にその馬が戻ってきたんですね。で、なんと1頭だけこういなかったんですけど、野生の馬も引き連れてきたので、2頭になりましたと。で、それを見た時に西洋じいさんに村人は、西洋じいさんよかったですねって、野生の馬まで連れてきて、馬が2頭になりましたねって言ったんですね。そしたら、西洋じいさんが何て言ったかっていうと、なんでこれがいいことだと思うんだねって言ったんですね。で、次の日、その野生の馬の方に、西洋じいさんのお孫さんが乗馬されて、ひっくり返っちゃって、転倒して足を骨折してしまったんですね。で、村人が何て言ったかっていうと、西洋じいさん、残念でしたねと言ったら、西洋じいさんが何て言ったかっていうと、なんでこれが悪いことだと思うんだねって言ったんですね。そして次の日、徴兵令が来たので、息子さんは徴兵される予定だったんですけど、足を骨折していたので、徴兵されませんでしたと。そしたら、また村人が来て、おじいさん、よかったですねって、徴兵されなくてって。そしたら、おじいさんが言ったことが、なんでこれがいいことだと思うんだねって。っていうこのお話なんですけど、結局、言い悪いはないですよっていう。例えば、クラスを、そういう特別なクラス、に行ってもそれがいいのか悪いのかっていうこの二極の世界じゃなくって、ね、二極の世界で物事は考えない方が人生がよく進みますよっていうお話なんですね。だからこれが良かったのか悪かったのかっていうこの二極の世界で考えるんじゃなくって、これが最善だった、うん、今の子に、今の自分の選択には、そして今のこの子にはこれが最善だったっていうことを自分の中に留めておくと、ブレることが少なくなるんじゃないかなって僕は今思ったんですけど、これを聞いてみてどうですか？あ、はい、わかりました、うん、ちょっとしっくりきました、うん、はい、いい質問でした、ありがとうございます、うん、YouTube を最後まで見てくださってありがとうございます。川津先生です。ご質問やご感想がある方は公式 LINE よりよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。